マジックカード発動、佐藤拓也を召喚がやりたかっただけなんですよね。シノリンがすごい、あの俺の心をくすぐるこのパーテーションをね用意してくれたもんで、どうも佐藤拓也です。ちょったぐ、お、11回目ですか。何、もうすぐ何1年経つの、シノリン。そうですよ。早ない？すごいね。ありがとうございます。甘党の皆さんのおかげでございましてね、ありがとうございます。もう次回はじゃあだね、お祭りだね。というわけでね、今日もゲストが来てくれて、もう飲んでくれてます2杯目を飲んでくれてるんですけど、まあいいんです、やつがやつがい。というわけで、番組へのねたくさんのお便りどうもありがとうございますね。ツイッターでも皆さんからの感想などお待ちしております。ハッシュタグちょったくをつけて、番組の感想などをじゃんじゃんつぶやいてください。まあエゴさします。意外とね、みんな自分のアカウント見られてないと思ってるでしょ。見ているぞ、いいか。見ているからな、気をつけろ、意外と見ているぞ。というわけでこちらの番組はですね、前半40分は誰でも視聴可能です。その後約5分の休憩を挟んで、後半40分はチャンネル会員の方限定でお届けします。後半パートはダミーヘッドマイクシュガーちゃんをたくさん使用してやっていきます。事前に皆さんから甘いセリフを募集しておりましたが、なんか前回が甘すぎたのか、だいぶ塩味が濃いめです今月は、塩味濃いめの内容だったんじゃないかなと思っておりますが、ね、ゲストさんと一緒にやっていきます。後半は会員限定の放送となっておりますので、運営コメントや番組の詳細ページから佐藤拓也のちょっとやってみてチャンネルへの入会をお願いいたします。つうかみんなそんなに気になるこの T シャツ一目惚れして買ったんです昨日可愛いでしょ。なんかね、テレビでこのイラストレーターさんのことやっててすごくツボにはまったんで、気にはしてたんですけど、たまたまね入った服屋さんに置いてあったんですよ。脱げないっていうただ脱げないっていうシャツ、もう脱げないだけなんですよこの緩い感じがなんとも、かわいいっすよね。はい、買ってしまいました。はい、以上です。現場からは以上です。昨日買いました、というわけで、ちょっとやってみてスタートです。今日もよろしく。それではゲストに登場してもらいましょう。増山武明さんです。スターライトブレイカーすげえ綺麗な声よろしくお願いします。よろしくお願いします。増山武明です。よろしくお願いします。久しぶりだね。いや、ご無沙汰してます。増山君ありがとう、久しぶりだね。はい、なんか来てくれてありがとう。そうですね、本当なんかいつぶりにお会いしたか。事務所で会ったぶりぐらいかい。いや、だと思います。そうだよね、現場でお会いしたのも多分結構前だと思うんで。マジで？そうか、思います、ね、今日はありがとう来てくれて。ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、僕の声が小さいというマイク入ってない疑惑。あれ、ちょっと俺のスターライトブレイカー言ってました皆さんのところに言ってました言ってなかったですか。発動した、発動した。大丈夫ですか、マイク入ってないよ。ヘイヘイヘイ、マイク入ってないよ。入ってない疑惑。入ってない疑惑。いや、電源はね、電源は入っている。ああ、そっちも確認してる。聞こえてはいる。あ、聞こえました。あ、来たって言ってる。来ました、来た来たみんな PA さんみたいじゃん。あ、来たあ、来た大丈夫です、入りましたって。今日はみんなが PA 大きくなったってさ。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は増山くんとやってきます。あ、じゃあよろしくお願いします。乾杯。よろしくお願いします。乾杯です。お願いします。なんかこうやって乾杯って言えるのも嬉しいですね。なかなか心ゆきさえないですからね。なかなか飲み会ないもんな。いやでも皆さんも、ね、始まる前話してましたけど、4連休入る方も多いから。そうね、世間では4連休の方もいらっしゃる、ね、今日飲まれてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです、ね、あ、お疲れです。お疲れ様です。みんなお疲れ。乾杯です。思い思いの感じでやってね。はい、はい、
というわけで、この番組いつも缶詰を用意してもらうんですけど、今日はねパンの缶詰。珍しいですね。秋元のパンの缶詰、人を思う、社会を思う、パンの底力ということで、なんと缶パンじゃないんだってさ。うん、どうやらねふわふわの、パンが食べられるらしい。どの味にする？増山君今ね手元に3種類いただいてまして、うん、今、オレンジと、ブルーベリーと、うん、ストロベリーを。オレンジですかね。オレンジ。じゃあ開けてみよう。はい、開けてみます。じゃあイエイ。いい音。えっ、あこう、あなんか分かっかな。こういう感じなんだ。こういう感じで、よいしょ、これをこう抜くとね、よいしょ、お現れたパン。もうパンがもうみっちみちに入ってる。あー、これはもうほらこういう感じよ。わかるかな。ほんと缶詰の形そのままですね。みちみちに入ってるわけ。じゃあちょっとちぎってみるよ。いくよ。おい、おわお、これは、あ、牛乳ください。牛乳をください。佐藤に牛乳を、あるのしのりん。あります。やるんじゃん。やりましたね。すごい。しのりんの冷蔵庫って魔法の冷蔵庫みたいね。何でも入ってるもの。しのりん、僕にもちょうだい。お願いします。絶対これ牛乳間違いないですね。なんか乾杯。あ、乾杯。ポスポス。いただきます。あ、うまい。お、美味しいですね。うまいね、これすごい。本当予想以上にふわふわだ。マーマレードとこう一緒になっちゃって、うん、便利。あ、また声が鳴って。え、じゃあこれをさ、こういくじゃん。でさ、天才。天才。間違いないです。天才。、うん、高校の頃を思い出すね。あ、この感じは。これ売店で売ってたらリピートしますね。うん、これはね、物質に常備してたい。うん、そうか、缶詰だから。そう、ずっと置いておきますからね。常備してたい、もうロッカーの中に。あ、その発想も天才。これいいわ、ずっと食える。え、これいくらなんですか。いくらだっけ。そんな高くないです。良心的な感じで。わあ、これいい。常備しておきたいですわ。これはいいね。うん、じゃあどうぞ、食べながらやってくださいね。あ、すいません、いただきながら。じゃあそれでは今回まずはこのコーナーやってきます。ちょっと読んでみよう。ふつおたのコーナーです、いわゆるね。さあさあさあ、松山君の声はどうでしょうか。皆さん聞こえます？ちょっと一旦マイクをください。マイクを交換します。マイクを交換します。はい、ピットインマイク。生放送でお届けしております。こういうこともありますよ、生放送ですから。あれ、なんだったら俺のマイクを増山くんつけといてもらって、俺声飛ばすでも全然構いやしない。先輩、僕が飛ばします。先輩、やめてください、そんな。全然構いやしない。あ、でもなんかもういけそうです。ちょっとじゃあ先にテストだけ。はい、いかがでしょうか皆様。いい声だな。松山武明と申します。届いておりますでしょうか。うん、あ、大丈夫ですか。来ました。大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあこれでいきますね。お、来た来た。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあメール読んでいきますよ。はい、こちらみかちんさんからいただきました、ありがとうございます。佐藤さん、ゲストの増山さん、こんばんは。こんばんは。増山さんがゲストということで今回で K4 コンプリートですねと。
確かに。 K4 って何、弊社のなんかやってるんでしょ。はい、やっております。アイドルなの？アイドルではないっす。アイドルなわけないじゃないですか。拓也さん、の割にはなんかツイッターですげえおしゃれな PV 撮ってたの。見たぞ俺。見てくれてる、ありがとうございます。見たぞ。なんかみんなでさ、こう4人で向かい合ってこんなになってたろうが、なんか。いや、それに関してはね、俺らも言ってます、これ本当に K4 で。さっきもらったんですよ、実は。すいません、ありがとうございます。番をね。いやさあ、増本くんも小松くんもさ、浜もさ、そこそこ会うのに、まあ来るね。たまたまね、ちょっと。ありがてえよ。8月末に出したので。待って、ほら2枚もほらほら。あ、すいません。ほら。すげえ。ちょっとこちらはね、あのハンデッドアンセムっていう K4 から飛び出したコンテンツなんですけど。皆さんよろしくお願いします。すいません、わざわざありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。じゃあゆくゆくはね、パシフィコとかでライブをやるんですね。でかいっすね。パシフィコ、まあでもケンプロは一回立ってますからね。まあそうね。一応ね、社としてね、社として立ってますからね、パシフィコは。そうなんですよ、K4 コンプリートということでね。ありがとうございます。続き読みます。さて、放送日である今日9月18日はシュマクトゥバの日ということで、ご存知でしょうか。沖縄の言葉、シュマクトゥバ、島言葉ですね、を奨励する日として9、10、8、クトゥバね、クトゥバ、の語呂合わせにちなんで制定されたとのことです。そして方言に関する記念日が条例で定められたのはシュマクトゥバの日が初めてらしいです。沖縄といえば増山さんのご出身地ですが、増山さんがお好きな島言葉、また使う機会が多かった島言葉はありますか。また佐藤さんには宮城の方言で好きな言葉があればぜひ教えていただきたいですと。私も地方出身、かっこ大分なので方言がありますが、方言は温かく感じて大好きですということですね。本当ですか。本当で、僕自体は育ちはもう完全に東京なんですよ。あ、そうなんだ。親が、母親が沖縄で、じゃあ父親が鹿児島でっていう。沖縄に帰省することもあるんじゃない。あります、あります、ね、え、なんで僕自体は方言は全然わからない人なんですけど、まあ、親とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの世代とかもバリッバリなんで。そうだよね。向こうの方言は何喋ってるか本当わかんないですね。いや、わからないね。本当にわからない、わからない。で、その鹿児島の与論島っていうところが、与論島ね、うちの親父のふるさとなんですけど。あ、そうなの。その世論の方言で、尊がなしいっていう。どういう意味？まあ、尊いって書いて、尊がなしいって言うんですけど。尊がなしい、なんかいろんな意味使えるんですよ。ありがとうにも使えるし、ごめんねにも使えるし、なんかもういろんな本当の海の幸に感謝とか。あ、すごくポジティブな言葉だね。そうですね。感謝を伝える。尊いから来てんのかな。そうですね、尊いから来て、尊がなしいっていう。尊がなしい、言葉はすごい、なんか僕自身もなんかわかんないけど好きで。なんか響きいいね。いや、そう、めちゃめちゃいいんですよ。そうか。俺ね、沖縄の言葉で好きな言葉はぬちぐすい。お酒のことをさ、して命の薬と言ってぬちぐすいっていうね。なんかあれはすごく好き、沖縄行った時に。すごいっすからね、向こうの人たち。すごいよね。本当もう朝日が昇る前から飲んでますからね。飲んでる。すごい人は。俺民宿泊まるの好きなのよ。はいはいはい、沖縄の民宿とか。いいですね。もう隣のおじさんとか普通に飲み来るじゃん。そう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 。もう飲むしかないみたいな。別に娯楽もないしね、飲んだらいいよみたいなことですごい飲むじゃない。はいはいはい。いや、楽しいよね。めっちゃいいですね、やっぱね。でも、拓也さん、ご出身宮城。宮城。方言とかってどうだったんですか。いや、バリバリあるよ。あんの。こっち出てくるまでは、もうバリバリ方言で。もうすぐ。もうお袋に電話しようもんならすぐ出る。結構標準語と違うんですか。違うね。なんだべ、何がいいかな。なんつんだ。もうちょっと来てます、ちょっと来てます。もう漏れてますよ。なんだべ、ね、杉名方言でしょ。なーにがいいべーなー。そういう感じなんだ。んだよ。おお。んだ。なんだべ、でもなに、んだ、あ、違うね、だからって言うんだよね。なんかだから、だから、なんとかだからね。あ
濁点が結構そういろんな文字につく感じ、ね、あのねすごくだからって汎用性が高い言葉で、あのねもちろんだからなんとかみたいなことにも使えるし、同意の意味でもなんかそうだねって意味でもだからっつうのそれ知らない人が会話してたら結構怖いっすよね。そういや拓也さん今日のお酒美味しい、美味しいですね。だからうめえのなんかだからどうしたのみたいな、だからみたいな、だからよとか言って、そういうのは言うよね。今結構あの分かるみたいな人いっけど、来週行きますから宮城に、まだあよろしく一つやりますからね、名取の方でね、凱旋ですね、やりますから、小野君と広瀬君と一緒にやりますからよろしく、はい以上宣伝あいつごとでございましてね、続きましてほら見ろ宮城のローカルニコ生みたいになってきたからいいじゃないですか。ここは国分町ではないのだよ行くぞ。全然わかんない、かなさんからいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。たくにゲストの増山さんこんばんは。こんばんは。専門学校のパンフレットに掲載されていたインタビューでデビュー1年目だった増山さんが佐藤さんのお芝居について花があって品もあって繊細かつ大胆で役に対してブレない芯を持っているとおっしゃっていたのがとても印象に残っています。そんなこと言ったのあなた。収録現場でのご様子はファンからはなかなか見えない部分なのでとても気になります。アフレコ現場でのお互いの様子や裏話を教えていただけると嬉しいです。そんなあなた、ちょっと待って、よく見つけたなそれ褒めすぎよあなた。いやいや、あのやっぱ高橋さんはもちろんケンプロの先輩でもいらっしゃいますけど、はい、専門学校の先輩でも、そうなんだよね。あまあ、あって恵比寿にある学校なんですけど、はい、僕が、7期か、そうですね、僕が12なので12、そうなんだよね、5年下なんだよね。だから同じくらいね、事務所の養成所的にもね同じだけぐらいなんですけど、そうなんだ。ちょうど僕がその在学してる時に、まあ、拓也さんが事務所に入られて、そうかそうだね、こう、まあ、ケンプロダクションの、所属生徒としてこう、そうだね、やられてた時なんで、もう僕はもう在学中から、もう乗ってるわけですよ。活躍中の卒業生に佐藤拓也という名前が。あ、そうなんだ。なるほど。へえ、読んだことないからそういうの分かんないから、だから多分今一番その若いというか、ちょうどこう事務所に入りたてで、その卒業した中では一番若い方が、佐藤拓也さんで、20代前半だもんね。多分ちょうどその頃、華麗なる遺産とかあやられてた時期だったんじゃないかな。そうなのか、俺が20多分56の頃だなきっとな。あ、そうですよね、僕が多分20歳とかで2年目とかの頃だったんで。なるほどね。こんな事務所入って、早い段階から外画の吹き替えの主役を、いやいや、そこはあの与永翼先輩はもう2本同時に主役でデビューしてるからっていう人はいますからね。そうね、やっぱそこでも在学中からもうすでにやっぱ佐藤拓也さんっていうのは、もうなんか意識する存在じゃないですか。いやいや、とんでもないですよ、でやっぱ実際ケンプロ入って一緒の現場とかもこう、そうだね、最初やっぱ吹き替えの現場でご一緒になることが、そうね、この前あの、増本君ともその話になって、吹き替えがね一緒になること多かったね、みたいなこと言ってたからね。それでまあ拓也さんの、まあ、もちろんあの主役をやられてる作品もあれば、そうでない作品もあれば、いろんなところでね、はい、一緒したね。いやもうなんか僕が言うまでもないんですけど、すごいんですよ。何がもう幅が、役のやれる幅というか、佐藤は本当に20代の頃からお前は本当に器用貧乏だなと言われて久しい。そうなんですか。本当薄くいろいろやってるみたいな。いやいや、拓也さんが貧乏だったら俺は何なんすかって感じが、今でもそう思いますけど、なんか、でもなんかね、昨日よりは今日よりは明日みたいな感じで、こう何かしらでもこう変わっていけたらいいなみたいなことは、思ってますけどね。いやでも本当に増山君もすごく丁寧なお芝居をされる方ですし、ファンの方はお分かりかと思いますけど、ステージパフォーマンスも素晴らしいですしね。本当にそんなところまで華やかな方だと思っておりますよ、私も。すごく人間的にも温かい人だしね。もうファンの方はそこはお分かりだと思いますけどね。また何か一緒に
なれるように頑張りますんで、はい、そうですね、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、続きましてはかなさんからいただきました。ありがとうございます。あ、同じかなさんだけど多分これ違うかなさんなんだろうな、うん、たまたま一緒だったんだろうな。タクニーゲストの松山さん、あ、こんばんは。こんばんは。初めてメールをさせていただきます。おー、ありがとうございます。初めて。最近 SNS で拝見したのですが、自分の誕生日の頭文字に M、 あのアルファベットの小文字の M ね、うん、M をつけてネットで画像検索すると、その出たものが生涯の武器らしいのですが、ほー、武器ね。ぜひお二人も試してみてください。ちなみに私は2月22日生まれなので M222 と検索したらトークボックスでした。22歳の私にはどんなものなのか分かりません。武器なの、武器が出る。しかも生涯の武器なんだね。生涯の武器なんだね。どうやって調べ、スマホでやったらいいの。何でしたっけ、ツイッターですか、何でしたっけ。多分グーグルでもいい。でも、はい、アルファベットで M、M、 僕は5月の19日生まれだから M519 ってことか、うん、M、 じゃあ僕は4月14日で、519414。 画像検索、画像検索、タイヤだタイヤ、タイヤだ。おタイヤ、一番先に出てきたのがね M519 っていうダンプトラック用のタイヤだったでかいやつだ。すげえ、ジトー君じゃん。バコーッすげえなんだ、一番上に出てきたやつですよね、はい、うん、なんかニーストラップ、ニーストラップ、ストラップな、なんかそのサポーター的なやつですね、膝につけるなんかゴムの。どう戦えっちゅうのこれですごいな、なんじゃこら。今コピー機だったって人いたぞ。コピー機物理で殴る確かに最強かもしれないです、ね、使い方によってはいうことかな。面白い、面白いね、これなんだね。よく見せますね。膝守れってことか、膝言わ膝言わすなよ、そういうことか、うん、関節に気をつけろ、ね、そうだ、なるほど榴弾砲、大砲じゃんねそれは本当に、あ、みんないろいろあんだね。掛け時計、戦車、戦車いいねすごいじゃん。なんかそういう型番の戦車があるのかもしれないですね。あ、そうかもね、なんとかなんとか、そうかもそうかも、うん、いいですね、面白いですね。はい、これはちょっといいです、面白いですね。続きまして、香り呼び捨て希望からいただきました。ありがとう香り。タクニー増山さん、甘党の皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。毎月楽しみに見ています。一つお願いがあり、メールを送らせていただきました。少し長くなってしまいますが、目を通してくださると嬉しいです。通しましょう。私は今高校3年生で、1週間前に文化祭かっこ2日間と体育祭がありました。私は文化祭の役員かっこ放送をしていて、体育祭の係はしていませんでした。しかしパソコンに強いということもあり、ダンス委員の子に頼まれ、夜な夜な3年生の創作ダンス練習用 DVD や本番で使う曲を編集して CD を作ったりしていました。また友達が装飾係だったので、毎日夜7時過ぎまで装飾かっこ看板をしていました。そして文化祭も体育祭も終わった時、前に出て褒められたり、ねぎらわれたのは係の子たちだけで、自分の心が狭いだけなのかもしれませんが、自分も褒められたかったなと思いました。なるほど。そこでお二人にお願いです。どうか頑張ったねと褒めていただきたいです。ぜひよろしくお願いします。お疲れ香り。香り、香り頑張ったな。めっちゃ頑張って、やっぱね、うん、これはあの縁の下の力持ちと言いますか。いや何事もそうだと思いますよ。うん、あの学校でもそう、お仕事でもそう、家庭でもそうだと思いますけど、うん、やっぱり誰か何かやってくれる人がいるから、それができるってこともあると思うんですよ。うん、まあね、今この時間だったら、配信をしてくれてるスタッ、あ、清水どう言ったんだよ。あれ、そういえば、あれ、清水いなくて今日すごく声が綺麗な若いお兄ちゃんが来てくれてるんですよ。おまたせん、おまたさんって言うんですけど、おまたさん来てくれてるんですけど、清水どうしたの、しのりいないじゃん、欠席。あいつはですね、今日野津山くんの番組に行っちゃってまして。野津山くんの番組ってことは
ラッシュスタイルさんだね。ラッシュスタイルさんですね。早見さんのとこだね。そうですね。じゃあしょうがねえか。じゃあもういつくれ。それはもういつくれ。それはもうあのなんだろう、あのしゅうさんのゼマくんね、あのよろしくお伝えくださいね。よろしくお伝えください。あのいい、ありがとう。こっちは大丈夫だから。こっちは大丈夫だから。いいんだいいんだ。もういや、でもそうなんですよ。やっぱりね、うん、この配信もそうですよ。こうやってね、ちゃんとマイクつけてくれたりだとか、ね、できる体制にしてくれてる人、また、場を見てくれる人、プロデューサーのしのりんがいてくれたりね、そういうやっぱり共同作業だと思いますね。はい、うん、だからやっぱりね、何事もこのあって当たり前だと思っちゃいかんわけですよ。うん、裏方さんがいてなんぼだと思いますんでね。本当にお疲れ様、頑張りましたね。ちょっと増山君からも言ってあげて、言ってあげて。いやでも本当それなんかね、表に出てないけど、うん、そういう裏で頑張ってるって絶対ちゃんと見てくれてる人がいるんですよね。いる、うん、だから、うん、絶対そのなんか今回はもしかしたらあんまりスポットが当たらなかったかもしれないけど、うん、絶対これが次の次、うんうんうん、いつか絶対このやったことっていうのがうまいことなんかに転がったりすることって絶対あるから、そうよ、うん、たまたま今回はスポットが当たらなかったかもしれないけど、うん、絶対誰かが香りのことをね見てるから、みんな分かってるから大丈夫。少なくとも俺ら二人と、うん、一緒に見てくれてる甘党さんも見てるから、あ、そう、甘党のみんなはもうね、香りをねぎらってくれてるはずだと思うし、うん、まあこう今回ね、あの香りみたいにこういつもあって当然だと思われているお仕事だとかたくさんあると思うんだけど、ともうあって当たり前じゃねえからっていうのは、うん、俺ねこの半年ぐらいですげえ感じた。うん、今まであって当然だと思ってたものがそうではない、とても微妙なバランスの上に成り立ってることなんだなっていうのはね、すげえ感じましたね。今余計に感じますよね、今までといろいろ変わってくる中だからね、うん、アフレコだったりイベントだったり、今まで仕事をさせてもらってたことがね、普通じゃなくなってきちゃってるっていうことがあるからね、うん、ということも感じたりしますね、うん、はい、じゃあもうちょっと大丈夫、あ、大丈夫よ、うん、お疲れ、お疲れ様、続きましては、そろそろ次のコーナーにしましょう、はい、ね、たくさんメールいただいたんで、まあ今度後でまた時間ありましたら続きまたメール読ませていただきます。ありがとうございました。ちょっと読んでみようのコーナーやらせていただきました。続きましてはこのコーナーやっていきます。ちょっとやってみよう。今日何やん。パン食っちゃったけど。パン食って牛乳飲んじゃいました、ね。パン食って牛乳飲んでいい感じだけど何やん、はい。今日はですね。うん。増山さんが、うん、緑茶がお好きということで。うん、はい。利き緑茶。緑茶？はい。利き緑茶がお得意ということで、お、用意しました。ありがとうございます。むず。あ、もうメーカーまで。出しちゃいましょう。出しちゃいます。あやたか。多いお茶。多いお茶。そして伊右衛門。伊右衛門。うん。ファミリーマートさんオリジナル。近くにあんだな、さては。ファミリーマートコレクション。濁りうまみ緑茶。の4種類ですか。はい。4種類。はい。え、今のお茶詳しいのかい、松山君。この形で、まあ、詳しいというか、うん、結構よく飲んでるんですよ。うん、なんで、いや僕も正直ね、チャレンジしたことはないんですけど、うんうんうん、多分いけるなと思って。マジで？ちょっと拓也さんに挑戦を。いえ、だってもう見てごらんよ。もう確かに色はね、全部違うんだ。そうですね。そう、全部違うんだけど。結構違いますね。ちょっとさ、甘党の人さ、これ簡単じゃないと言うけど、マジで言ってんのか。俺、いやいやいや、これキキプロテインより絶対難しいぜ。いや、どう考えてもキキプロテインの方が難しいですよ。嘘。そうかい。いやいやいや、どっちからやりますか。じゃあなんかもう今回お茶に詳しいから、増山くんのことはこのコーナー中利休と呼ぶね。君はちょっと利休ね。利休でいいですか。わ、かりました。じゃあ俺分かんないから、分かんない人からやった方がいいよね、きっとね。あ、なるほど。うん、そうしますか。うん、で、あとでビシッと利休に当ててもらおう。任せてください。うん、
伊達に利休じゃないですから。よーし、よっしゃ。はい、じゃあまず一回試飲してください。分かった。じゃあ言いますね。分かった。これ、このグラスだとコンってやってみるか。こういう順番で置いてある。なるほど、はい。こういう順番なので、はい、なんでそれはあやたかですね。こういう。ああなるほどね、はい。こういうことね。まずは試飲を。じゃあ試飲ね、はい。じゃああやたか。あやたかですね。あ、もうあや試飲はもう一緒にしちゃいましょう。あ、そうしましょうか。はい。美味しい。あやたかはでもね、分かりやすいと思うんですよね。そして、レモンサワーでリセット。でこれが多いお茶。多いお茶。え？はい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 。違いますか？違いますね。伊右衛門。ああ。伊右衛門分かる気がするな。これがファミリーマートコレクション。はあはあはあ、牛乳でまあレモンサワーでやってる俺がねそっちの方が言えやしないんだけど、わかった、わかんねえけど分かったよ。じゃあ先に目隠しを。よし、ワクワクしてきたぞ。はい、はい、じゃあどれか選んでくださいませ。あ、選んでいいんですか。はい、どれか。どれにしようかな。利休迷っちゃう。利休ってそういう人なんだ。どうしようかな。じゃあ、竹内さん見えてないですね。見えてない。はい、じゃあ皆さん、こちらでいきたいと思います。なるほど。でちょっと注いでいただいて、はい、すげえドキドキする。いや違う、ワクワクしてきたぞ。なんか言えし誰も何も言わんのかい。コメントも見えねえからよ。こんなんダダ滑るよ。じゃあすいません。じゃあ、はい、でも、ま、あの撮っていただいて大丈夫です。いいんですか。はい、でもあんまりも色味は見ない。あ、そうですね。はい、撮りました。はい、あ、違うか。目隠し したままのでもらった。あ、その方がいいかもしれない。色が分かっちゃって。失礼しました。23点。ごめんなさい。あ、ワクワクしてきたぞー。よっしゃ。じゃあこれでどうぞ飲んでください。渡してあげて、はい、お手元に渡しますね。はい、ここにあります。はい。あ、はいはい、いただきます。はい、これはね、伊右衛門。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー。じゃあ目隠し取っていただいて。正解は多いお茶でした。これこの後続ける意味あります。これはもらいましたよ先輩。じゃあ師匠。はい、マジで。これが何？多いお茶？それ多いお茶でした。嘘じゃないですよ。まあでも確かにさ、色は違うんだよね。そう、見ちゃうとね。全然色違う。わかった。じゃあもう俺の舌がバカ舌だってのがよくわかったんで、ちょっとじゃあ利休に決めてもらおうよ。レモンサワーの正解。確かにちょっとチェイサーが特殊だったんで。そうですね。なんかそっか、でも見せてもらおうよ。ちょっと利休にさ、利休の力、利休め猛烈に燃えてんじゃん利休よ。さあどれにしますかね。早くお茶くれよ。わお、飢えてるな利休。すげえ、アグレッシブな利休だな。禁断症状出てんじゃん。もうこれでいくから。いやでもこれ結構怖いっすね。ドキドキしますね。これでいくから。はい、はい、じゃあ今からお手元に渡しますから手をお出しください。こちらですよ利休様。はい、はい、じゃあいただきます。はい、
すごいテイスティングしてる、うん、テイスティング、あー二口目ってどういうことだよ、あんだけ大見え切ってお前二口目ってどういうことだよ。すげえ迷ってんじゃん、どういうことだよ。いや二択なんすよね。おー本当、うん、何と何で、ねちょっとこの時点で外したらダサくないですか。スーパーダサい。何だったらもうこの時点で外したら、何だったらもうこれでコーナー終わりだから。そうですよね。ちょ2択言うんでちょっとリアクション取らないでもらっていいですか一旦。すげえ守りに入るじゃん。いやいや急にさ、いやんなことですなこと。いや絶対どっちかなんですよ。あやたかか伊右衛門なんですよ。おお、なるほどね。なるほど、決めました。はいはい、私利休が飲んだのは、うん、あやたか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解は多いお茶でした。あれ利休さんよ、どうしてくれんだよおい。スーパーダサいですよ。ちょっと待ってくれよ、どうしてくれんだよおい。ちょっと待ってくれよ、スーパーダサいじゃん。いやもう俺はすでにもう2択の時点でダサかったんですね。そうクソ恥ずかしいですよ。まあ恥ずかしい、うわダッセいやマジっすか。しかも二択ってちょっとね、なんなら守りに入ったのに関わらずですよ。いやだって 50% は外さないだろうって。俺だって思ってましたよ。びっくりする。多いお茶ですか。そうです、多いお茶ですか。いや俺が外したからじゃあわかんだろうと思って。あーなるほど、うん、そこはなんだろう、一発目としてはこう、うん、決めてほしかったわけだよ。あやたか全然ちげえわ。全然ちげえ。なんなら一番遠いまでありますね。どうなってんだよ。ちょっと全然ダメでしたね。すいません、なんかいやいいっすけど。え、しないどうするこれ。いやまさか2人とも、もうだからもう時間がもうしょうがないですね。じゃあはい、ちょっとやってみようのコーナーでした。あーくそー、はい終わり。今日のゲストはね、タイムキープのことまで考えてくれてね。いやいや、そうそう、いつもはもうビシッといくんですよ、いつもは。今日はただもう少しであの無料の時間終わっちゃうなっていうんでね、気遣ってくれたんだよね。そうですね、うん、勝っちゃったらその分やっぱこう、いやいや、いいんだよ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 、すいません、うん、いいのいいの、うん、ありがとう。いやというわけでね、本当にスーパー悔しがってる。もう一回やりたい。ちょったく前半パート終了のお時間です。はい、後半パートはチャンネル会員限定でお届けいたしますね。まだ会員登録がお済みでない方はうっかり登録をお願いいたします。お願いします。ちなみにうっかり会員登録してもらうと、佐藤拓也のちょっとやってみての後半パートがご覧いただけたり、後日アップされる放送終了後に収録した限定動画が見放題でございまして、これまでの放送もご覧いただけます。月額500円プラス税ということで大変リーズナブルにご覧いただけるかと思います。詳しい入会方法などは運営コメントのリンクからチェックしてください。会員限定パートではちょっとやってみよう後編なんですが、増山君はゲームが得意とのことなんで、好きですね。後半はね、懐かしいゲームモンスターファーム2やります。懐かしいんですね。それやったりとか、シュガーちゃんに甘いセリフ言っちゃいたいと思いますよ。あのシュガーもスタンバってますんで、もうアップは済んでるんで、はい、皆さんもね、うっかりイヤホンなんかをご用意していただくと、なんかうっかり楽しいんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。で今回の生朗読もですね、なかなかのボリュームとなっております。うん、
がっつりやっていけるかと思いますんでね、はい、そちらの方も、楽しみにしていただきたいと思います。お願いします。もちろんソーシャルなディスタンスを保ちつつダミヘ使ってやっていきますんでね、よろしくお願いします。番組一旦ここで終了となりますが、コーナーへのお便りや感想などは随時お待ちしております。お便りはメールアドレスちょったくアットファルゾーニ .jp ちょったくアットファルゾーニ .jp までお送りくださいませ。で、ここで私からお知らせございますが、来週、フォアレーゼンというカンパニーで、私のふるさと宮城県は、名取市の方で、朗読やらせていただきますんでよろしくお願いいたします。そう、前の日からイベント続きなんですけど頑張りますんでね、よろしくお願いいたしますね。そう、日照ホールさんもね、ちょっと一定期間なんか改装というかお別れということなんで、そちらの方もね、あ、小松くんに、小松くんも出るんですよ、そのイベント、日照ホールのイベント。小松くんにドヤ顔で K4 いいねっつったろ。言ってやってください、ぜひ。早瀬間くんはくれたんだ、CD っつって。すげえ、すげえ嫌な先輩ですね。ちょっとアップかましてください、お願いします。スーパー嫌なし先輩ですけども。日照ホールの方頑張りますんでね、よろしくお願いします。松山君いかがですか。あ、そうですね、じゃあせっかくなんで、はいはい、こちらさっきね、竹谷さんもちらっと見せてくださったんですけれども、はいはい、参加しておりますハンデッドアンセムというね、作品の BUH というグループのインフェクションという、うん、はい、CD がですね、一昨日ですねリリースされたばっかりでございますので、おめでとうございます。はい、ぜひ皆様お手に取って聞いていただけたらと思いますんで、視聴動画とかもありますんで、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ケンプロダクションです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケンプロのやりにやってます。お願いします。お願いします。お願いします。ということでですね、次回の放送日はね、また公式ツイッターの方で、告知しますので、フォローをよろしくお願いいたします。またここで姉妹番組のお知らせですね。今番組に出ておりますが、姉妹番組もこの番組同様に前半は誰でもご覧になりますので、気になる番組がありましたらぜひともご覧ください。そして中澤正智さんの教えたなも先生、はい、何やるの。もういろんなことを教えていただきます。なも先生、これこの番組は、うん、番組って言葉は使いません。何を。もう本当にシチュエーションものと言いますか、うん、生徒、皆さんが生徒になっていただいて、うん、先生と生徒のやり取りという形で、ね、うわー、スケベなんでかわかんないけど、まあスケベ、いやあらまあ、そうですか。ぜひね、皆さんご覧くださいね、よろしくお願いいたします。そして、もう一つございますね、はい、もう一つありまして、はいはいはい、タク2のキャラデザーを手掛けていただいた、山本真人先生の、はい、新連載が始まりました。おー、素晴らしい。昨日から漫画ミーというアプリで見れますので、うん、これぜひぜひ皆さん見てください。あら、かわいいです。恋の始まりはロケバスから、はい、ね、漫画ミーね、かわいいので、はい、お願いします。よろしくお願いします。応援してくださいませ。はい、というわけでね、ちょっとお茶飲んだら、ちょっとお茶飲んだらまた続きありますんで、ちょっと間にもう一回やりません。なんならね、いつもは3分から5分で次行くんですけど、ことと次第によっちゃそこそこお待たせする可能性あります。いやいや、じゃあやめましょう。し試合運びによってはいいです、もう利休返上するんでいいです。すいませんでした。ぜひイヤホンの方をご準備して、お待ちくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、ここまでのお相手は佐藤武也とゲストの、はい、増山武明でした。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。また後ほど。